M-10152mm 榴弾砲、フィンランドの軍事博物館にて1938年型 152mm 榴弾砲とは、第二次世界大戦直前の1938年に、ソビエト連邦が開発した、榴弾砲である。赤軍の装備は、基本的に、ロシア革命前のロシア帝国軍が開発、製造をしていたものをそのまま継続運用していた。 これは 152mm 榴弾砲も例外ではなく第一次世界大戦前にフランスのシュナイダー社によって開発された M1900-952mm 榴弾砲と M1910-152mm 榴弾砲を運用していたがその後の急速な加砲の発達に伴って旧式化と陳腐化が目立つようになったためこれらに小さな改良を施した M1909 30152mm 榴弾砲と M1910、37152mm 榴弾砲を配備して、遠座をしのいでいたが性能はさほど向上しておらず、砲がや、車輪も自動車による、高速懸任には不向きであったため、軍隊の自動車化と機械化に対応した、新型砲が必要とされた。ソ連は1922年に、 ラパロ条約で軍事協力に関する秘密協定を結んでいたドイツから各種の技術を学習して1930年代後半には長射程を有し高速牽引が可能な新型砲を次々と開発していった。その一つである M-10 榴弾砲は1937年に開発が開始され1939年に正式採用された。 開発当初、M-10 榴弾砲は、各師団ごとに1個大体ずつ配備して、師団の火力支援を担当させる計画であったが、大祖国戦争の勃発によって赤軍は甚大な、損害を被ったため、152mm 榴弾砲は、軍団司令部直属の砲兵連隊に配備された。M-10 は、構造が複雑すぎるために、コストが加算だ。運用面においても、 師団砲兵の方としては、重量課題なために、機動力にかけ、軍団砲として運用するには、射程距離が短すぎるという中途半端な性能のために、評価が低く、1941年には、製造中止となった。M-10 の方側 M-60-107mm ヤー砲にも、流用されたが、こちらも、 砲画の構造の複雑さによる整備、製造コストの高騰と重量課題により1941年には製造中止となっている。手段砲兵向けの 152mm 榴弾砲というコンセプト自体は放棄されておらず、1943年にはマズルブレーキを装着した M-10 の方針を M-30-122mm 榴弾砲の 砲がに搭載して軽量化を図った D-152mm 榴弾砲が開発されている。M-10 は1941年のナチスドイツの奇襲による大祖国戦争において初めて実戦の機会を得たが、赤軍ではあまり徴用されておらず、初戦で多数がドイツやフィンランドに露格されたため限定的な活躍しかできなかった。 ドイツ軍に露飼された M-10 は15、2cmSFH-443 として運用された。フィンランド軍も継続戦争で自身が露飼したものと、ドイツから供与されたものを 152H-38 として採用し、重砲大隊に配備して運用した。戦後も長い間予備兵器として保管され、2000年にようやく退役した。 1> m 1には、派生型として、戦車砲仕様の M-10T が存在し、こちらは、キロボルトマイナスに重戦車の手法として冬、戦争における、マンネルヘーム戦の突破に徴用された。ありがとうございます。